はい、3月24日、水曜日、館林三の丸南面ですか、南面駐車場、その鶴田川のね、壁面のね、桜をね、撮りに来ました。それでなんかね、この反対側が、館林の市役所ですね、向こうに見えるのが。でなんかね、岩井、日本遺産認定って書いてありますね。じゃあ今桜の方行ってみますんで、はい、駐車場の方へ入ってきましたけども、駐車場の方はいっぱいですね。ここの駐車場の向こう側にね、鶴田川っていう川があるんですけども、そこの壁面ですね、結構咲いてますね。ほとんどもう満開の花、桜、それからまだちょっと早いのにね、川の両側にね、ありますけどもね。で前方の丸い建物ですね、これが三の丸芸術ホールって書いてありましたね。はい、それで今桜の方にね見てますけども、あ、結構咲いてますね、やっぱりね。結構僕もしばらくぶりなんですけどね、太いですね、これもね、木はね、太いですね。その辺から入ってみようかなと思ってますけどね、向こうから入れるのかなと思ってますけど、随分ね、咲いてますね。もう、そう、八分咲きくらいなんかな、満開のもあるんかななんてね、思ってますけども、ちょっとね、少し歩いてみたいと思いますね。向こうの車が見える方から歩くんで、こっからちょっとね、向こうへ歩いて、大きい木ですね、これね。はい、咲いてますね、やっぱりね。もうほとんどでもないな、まだやっぱり八分咲きぐらいでしょうかね。八分ぐらい咲いてんかな。その辺が、この辺がね、この辺は満開かな。満開ですね、この辺はね。満開に咲いてますね。はい、こんな感じですね。満開ですね。はい、今年はね、あんまり埼玉の羽生とか行田、それから佐野、館林、ほとんど同じぐらいですね。今来るときね、佐野の、化学フィッシングですか、あそこの通ってきたんですけどね、ほとんどやっぱり7分から8分ぐらいもね、咲いてますね。だから今年はやっぱ早いんですね、やっぱりね。この辺はちょっとね、まだこの辺は5分咲きいってないかな、3分から4分ぐらいかななんてね、思っておりますけども、はい、向こう側の川の向こうにも、咲いてますね。向こうも十分ね、咲いてますけども、こんな感じでね、そこの前方の橋あたりまでね、行ってみたいと思ってますけどね。なんか今日は学校が終業式なんかな、なんかね、小学生さんかなんかね、いっぱいいましたけどもね、向こうの方はなんか露天商かなんかね、花見のあれかな、お客さんがなんかね、なんか来るんかなですね。結構駐車場の方がね、いっぱいですね、結構ね。あと月曜日の日に行ったね、これは大引稲荷神社の看板がね、0.8 キロ階段が800メートルぐらいですかね。それで向こう側も結構あるんですけどね、ありますね、ちょっとありますね。これがね、鶴田川でこの橋ですね。ここね、二の丸橋って書いてありますね。二の丸橋で、
田川ですね。鶴田川向こうの方がぐーっとね、カルガモもやっぱりいますしね。あ、向こうはちょっとねまだ早いみたいですね。ここはまだ二分咲きから、川の向こう側はやっぱ4分から5分、今歩ったところは結構ね咲いてましたね。はい、そんな感じでね、それで今日はね、また今日はちょっと、実家の方行ってね、そう手伝いっていうかね、軽トラックに乗って移動があるんでね、それが終わったらまたもう1回ぐらいねやろうと思ってますけどね。はい、じゃあちょうどとりあえずね、1回も今日はねこれで終わりになりますね。はい、ありがとうございます。